皆さんこんにちは。日本の元皇族としての眞子さん、眞子さんが米国で孤立無援の現在や小室家に捨てられた実態について紹介します。まずは眞子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小室眞子、1991年平成3年10月23日は日本の元皇族、アメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士小室圭の妻、薫陶は宝冠大綬章。なお眞子の眞の字は本来は人名漢字の眞の目の部分の重線を下に伸ばし下の王線とつなげた字であるが、便宜上人名漢字の眞と表記する。1991年平成3年10月23日宮内庁病院にて誕生。同日試験の儀、この時に父方祖父の第125代天皇明仁から授けられた守り刀は重要無形文化財保持者人間国宝に認定された住谷清峰の作。天皇明仁と皇后美智子にとって初孫であった。同年10月29日命名の儀が執り行われ、父秋篠宮文仁親王により眞子、眞子と名付けられる。この名は天性のものを失わず自然に飾ることなくありのままに人生を歩む願いを込めて命名された。皇籍離脱前の御位は内親王で、皇室典範における継承は殿下、旧名眞子内親王、お印は紀行茨であった。秋篠宮文仁親王と同妃の理子の第一女子、第一子、金城天皇は叔父に黒田清子、則宮清子内親王、和叔母にあたる。妹に加古内親王、弟に悠仁親王がいる。上皇と上皇后美智子の初孫。皇族時代の住居は東京都港区元赤坂の赤坂御用地内にある秋篠宮邸。改修工事に伴い2019年平成31年2月から結婚まで御家宮所に両親及び妹邸と仮住まいしていた。1998年平成10年4月学習院初等科入学、その後学習院女子中高等科に進学。2006年平成18年には父文仁親王の三重県訪問に同行して伊勢神宮式年遷宮の行事川引きを視察、自ら行事に参加した。高等科在学中の2008年平成20年からは単独公務も開始している。2009年平成21年11月国際キリスト教大学を AO 入試で受験して合格したことが発表された。2010年平成22年に学習院女子高等科を卒業し、同年4月国際キリスト教大学教養学部アーツサイエンス学科に入学。皇族の同大学への入学は初となる。2011年10月23日成年を迎え宝冠大綬章を授与された。以後成年皇族として各種行事儀式に出席している。2014年平成26年3月国際キリスト教大学教養学部を卒業し、学士教養の学位を習得。同年国際陶磁器フェスティバル美の名誉総裁に就任。2014年平成26年9月レスター大学大学院博物館学研究科に入学し日本を離れる。翌2015年平成27年9月同大学院の課程を終えて帰国する。帰国後の同年10月父文仁親王から引き継ぐ形で日本テニス協会名誉総裁に就任。全日本テニス選手権表彰式では天皇杯を授与している。同年11月東京大学総合研究博物館客員研究員に就任。2017年平成29年5月16日国際キリスト教大学の同級生で法律事務所勤務の小室圭、小室圭以下圭とすると婚約する準備が進められていると報道された。同年9月3日午前祖父にあたる当時の天皇明仁の裁可を得て婚約が内定し、午前11時15分宮内庁長官山本慎一郎が婚約内定を正式発表した。2021年9月1日年内に結婚すると報じられた。皇室経済法第6条に定められた皇籍離脱後の品位保持を目的とした一時金の支給については受け取りを辞退する意向を示した。結婚後の新生活は家の住居のあるニューヨークで始める見通しとなっている。
9月27日にはニューヨークから境外一時帰国した10月1日に宮内庁は10月26日に眞子内親王と小室圭が結婚することを発表した。10月26日午前10時ごろに婚姻届を宮内庁の職員が代理で提出受理され、眞子内親王は皇籍を離脱、民間人の小室眞子となった。皇籍離脱し一般市民となってからは渡米まで東京都渋谷区神宮前のサービスアパートメントオークウッドレジデンス青山で小室圭と仮住まい生活を送った。2021年11月14日秋篠宮家の長女小室眞子さんと夫の圭さんがニューヨークに到着した連日、日本のテレビニュースで見ていた緊張した面持ちの眞子さんはそこに入なかった。好きな人と新天地で暮らし始めた幸せと嬉しさに満ちていた。しかし週刊誌の見出しだが、眞子さん小室圭さん捨てて佳子さまと合流、これだけ見ると眞子さんが自分の旦那を捨てて一人暮らしの佳子さまと同居するみたい。本当に小室圭さんを捨てられるのか。いや、こないだの週刊誌でも似たようなこと書いてあったね。それは小室さんが単身赴任をするということだった。小室さんが単身赴任をするので眞子さんは一人になるから佳子さまと会いましょうということだろう。姉妹仲良しだもんね。ダメになったら離婚すればいい。眞子さんは結婚直前に周囲にこんな心情を吐露されていたという。ただ現在も夫婦仲は変わらず良好のようだ。夫圭さんの収入が大幅に上がったことも眞子さんを安心させたのかもしれない。小室夫妻は昨週2年ほど暮らしていたニューヨーク州のマンションから引っ越している。しかし肝心の移住先をマスコミはつかめておらず、小室夫妻が行方不明になったとネット上で話題となった。小室圭さんと眞子さんは結婚会見を済ませた後の2021年11月に米ニューヨークへ渡った。生活の場として選んだのはヘルズキッチン地区の高層アパートだった。圭さんは大手法律事務所ローレンスタイン・サンドラーに当時法務助手として勤務しており、司法試験に合格後昨年2月にニューヨーク州で弁護士登録に至っている。司法試験に2度不合格となる中、収入と支出のバランスが合わないとの指摘があり、実際にそのような状況にあったようです。法務助手の報酬は約600万円でアパートの家賃は50万円前後。圭さんや眞子さんの貯金を切り崩しているのではとも言われていましたと担当記者、現在米ニューヨークで弁護士として働いている小室圭さんについての新たな報道が話題だ。1月23日現代ビジネスは小室さんの年収が倍近くに上がる可能性について報じている。記事によれば2023年12月小室さんが勤めるローウェンスタイン・サンドラー法律事務所について若手弁護士の給与が引き上げられることが報じられたという。現代ビジネスは小室さんの年収が大台とも言うべき4000万円を超える可能性についても記述。昇給の裏には米国の弁護士業界で起きている人材獲得競争があるとも報じており、ローウェンスタイン・サンドラー法律事務所も厳しい競争の最中にあることが伝えられている。小室さんについては眞子さんと2017年に婚約内定と発表されて以降、母親の金銭トラブルを週刊誌が報じるなどして結婚が延期に。2018年に小室さんは渡米し米大学のロースクールに入学。強いストレスにさらされながら婚約内定から約4年を経て2021年10月に結婚を果たした。ニューヨーク州の司法試験には3度目で合格し同州の弁護士となっている。弁護士となって以降眞子さんとの生活は順調そのもののように思えるが、そんな小室さんにも危機があった。2021年小室さんが最初に挑戦したニューヨーク州の司法試験が不合格に終わってしまった時の話。当時ネット上では夫婦の稼ぎを懸念する声が上がっていた。合格すれば年収2200万円程度、不合格であれば助手としてしか働けず600万円程度という見方もあった。さらに当時は眞子さんがメトロポリタン美術館で働くことが有力視されていましたから、同美術館の学芸員の年収から鑑みて小室さんにとっては妻の年収の3分の1
といった状況に陥る危機もあったわけです。現在はメトロポリタン美術館側も眞子さんについて従業員ではないとコメントしていますから、小室さんが生活を支えていることが推測できます。週刊誌記者、最近ではプロスケーター羽生結弦のスピード離婚が報じられた際、著名人をはじめ小室さんを評価する声が高まったことがあった。苦境にさらされても眞子さんとの生活を続けた点に改めて称賛が送られたわけだが、今回の昇給のニュースも2人にとって朗報であってほしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。